ご存知の通り、もともと女性は家庭のために多くの時間を割いています。しかし出産後数年は子育てと家事で自分のことを考える時間も十分に取れません。よってベビー用品を設計する過程において2つのことが重要だと考えています。1つは十分な安全性、もう1つは使いやすさです。チョコチックのベッドフェンスはこれらを十分に考慮された製品になっています。今まで世界で発売されてきたベッドレールでは、ベッドマットとの間に大きな隙間ができてしまい、不幸な事故を招くことがありました。よって今回の設計段階で、下部のパイプが常にマット側面に密着するようにトリガー式の高さ調節機能を考案しました。現在の多くのベッドフェンスは取り付けに2人の男性が30分以上かかります。1人の女性が組み付けるのは非常に困難な仕様です。よって女性が工具なしで10分以内に取り付けられることを念頭に設計しました。製品強度においても十分に検討を重ねました。ベッドマットとベッドの狭い隙間にも取り付けできるように、すべての部品が18ミリの厚さになるように設計されています。テストを重ねた結果、さまざまな横揺れを抑えるため70ミリのアルミニウム合金フレームを採用するに至りました。これにより十分な安全性を確保しています。その上で厳しい世界基準を満たす強度を目指しました。実際多くの実験を重ね、アルミ合金、スチール、ナイロン、PP など複数の素材を使い分け、十分な強度を確保した設計になっています。加えて安定性を重視し、滑り止めのついた大きな固定板を配しました。大人にとって多くの一般的なことが、子どもの目には次々起こる新しい世界に見えています。よって子どもの視点に立ってみると素晴らしい発見があります。本製品では子どもを守るとともに、両親がお子様を観察しやすいように、できるだけ広範囲な衝撃吸収メッシュを採用しました。日本では着眼対極、着手消極という言葉があります。製品に対する一般評価はとても重要ですが、現実的には小さな視点を見落とすことなく進める必要があります。今回も100枚以上の異なる設計を進め、多くのテストを重ねて作り上げています。私のデザイン思想は、人生設計と同じくぼんやりしたニーズから設計を開始、時間をかけて明確に製品を仕上げていく方法です。私が心がけているプロダクトデザインとは、見た目のデザインから始まるものではなく、使う人がいかに幸せになれるかを重視しています。これは私の設計したベビーベッドと同じく、このベッドフェンスも皆さんの生活を変える商品となれることを望んでいます。